大阪府門真市で2015年、青果店アルバイトの女性の遺体が見つかった事件で、強盗殺人罪などに問われた長田、旧姓、森島、照美被告、31、の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。樋口博明裁判長は、求刑通り無期懲役とした一審、大阪地裁の裁判員裁判判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。判決では、長田被告は15年12月、当時の自宅マンションで、知人の渡辺沢子さん、当時25歳、の首を押さえて殺害、キャッシュカードを奪った上、遺体を切断して遺棄するなどした。長田被告は、自宅に戻ると渡辺さんが死亡していた、として強盗殺人罪を否認したが、樋口裁判長は、不自然な説明で信用できない、とどけた。